皆さんこんにちは、ビールジェンドのソベラです。ビールジェンドの上野です。結構ね、バルクアップこれからしていこうっていうふうに思ってるんですけど、やっぱりタンパク質っていう部分はね、すごくこだわって摂取してるんですけど、それ以外でこだわった方がいい部分とかってなんかやっぱりあったりするんですかね。タンパク質以外の栄養素だってことですかね、はいはい、ビタミンとかもいろいろあると思うんですけど、うん、まあ今回のテーマがね、はい、まあ、炭水化物、はい、炭水化物ってことなんですよ。どうすんねんそこ言ってどうすんねん。今回炭水化物と筋肥大の関係みたいな、はい、テーマでお話をさせていただくんですけど、はい、ソレダさんが思う筋肉を作るっていうことに対して炭水化物を取る意義、はい、これ何だとお考えで取ってます？今取ってますよね。もちろんこだわって取ってるんですけど、トレーニング前とかに取る意義としてはやっぱりそのエネルギーとして使いたいっていう部分で、エネルギーが足りなくなったら例えば筋肉であったり脂肪が分解されて使われるっていう部分があったんで、うん、そこで筋肉をエネルギーとして使われたくないと思うんで、糖質をエネルギー摂取をしたいと思ってるっていうのが一つで、もう一個は糖質を取ることによってインスリンが出るっていうじゃないですか。そのインスリンが出ることによってアミノ酸が体中に運ばれる手助けをしてくれるっていうのがあると思うんで、体中にアミノ酸をしっかりと行き渡らせたいっていう考えがあるんで、タンパク質と糖質一緒に摂るようにしてるっていうのが僕の今の2つの考え、この2つだけですね、僕が今考えてるっていう部分としたら。なるほど、はい。まあ大体その概要は合ってるかなと思うんですが、はい、おっしゃる通り違う部分もあるんですが、なるほど、はい、最初に言ってたエネルギーっていう部分は本当におっしゃる通りかなと。多分この動画を見てる皆さんも、おそらく、学生時代、家庭科とか、で、五大栄養素とか、やったと思うんですよ。はい。で、その中で炭水化物って体の何になるかっていう勉強してると思うんですよ。はい。その時の答え、体のエネルギーになるだと思うんですけど、はい、まさにその通りで、エネルギーです。で、エネルギーが仮に足りなくなるとどうなりますかっていうところで言うとどうなりますか？足りなくなると、例えば脂肪であったり、筋肉から、エネルギーを取り出そうとする。あ、そうです、はい、でそうなってくるとやっぱり筋肉を損なってしまう、はい、可能性も大きくなってしまう。そうですね。なのである程度筋肉がそのエネルギーの方にこう回されないために、ある程度炭水化物とエネルギー源として、はい、体の中に入れておく必要があるというのが一つ、はい、で二つ目、そのインスリン、はい、でインスリンって何をするかっていうと、アミノ酸を体中に行き渡らせるという話だったんですが、はい、正確に言いますと、インスリンというのはアナボリズムを生むホルモンなんですね、はい、体の同化作用を司る、はい、まあ、ホルモンです。なのでインスリンが出てる状態っていうのは筋肉がこうついていく状態、はい、ただまあその筋トレをして成長ホルモンだったりが出て、はい、そういった条件下だと筋肉の方にこうインスリンが作用して筋肉がついていくんですけど、はい、まあ、何もないところだとそのまあ脂肪がついていくようなっていうのも同化作用、アナボリックな状態の一つなので、まあ、脂肪の方にそちらが使われてしまう、まあ、インスリン自体は敵であり味方であるというか、筋トレに関してはまあ味方の要素が強いですけど、はい、そういう立ち位置という感じですかね、はいはい、先ほどの話をちょっと拾いますと、炭水化物摂取にこだわっているという話だったんですけど、はい、それはどういうこだわりがあるんですか？トレーニング前と後だけは欠かさずに取りたいっていう、そういう意味ですね、僕のこだわりっていうのは。はい、確かにその筋トレをして筋肉をつけている中で、はい、そのやっぱりトレーニング後、はい、特にそこの炭水化物摂取っていうのはそのインスリンの観点でいうとすごく大事と言われてまして、はい、まあ、むしろ体の中に血中にアミノ酸だったりが豊富にあったり、タンパク質となるものがすでに入っているのであれば、はい、トレーニング後は何を重視すればするべきかっていうとやっぱり炭水化物、はい、そっちをなるべく迅速に取るのがいいというふうに言われてます。だからプロテインだけ飲んでトレーニングは、それで、まあ、ご飯だったりも食べず糖質取らないっていう方だと実はあまり効率的ではないかなと。だから必ずセットで炭水化物を取るべき。でもっと言うとどっちかしか選べない場合、糖質炭水化物をトレーニングを取った方がいいです。タンパク質よりも。ああ、マジですか。はい、それくらいの方が。結構鍛えてる人って普通の生活の中でタンパク質ってたくさん取れてる方、はい、
もいいかなと思うので、はい、まあ重要すべきは実はその炭水化物なんだ。マジですか。はい、まあ、トレーニングのプロテインというのは運営者としても推奨してはいるんで、はい、そこはもう推奨は推奨なんですけど、はい、優先順位で言うと実は炭水化物の方が高かった。マジですか、はい、これちょっと新しい発見です、僕の中で。マジでそれはそれぐらい大事ってことなんですね。大事だと思いますよ。まあトレーニング中でも炭水化物の摂取を済ませてしまうような方もいらっしゃいますけどね、はいはい、後というよりもそれよりさらに早いトレーニング中でっていう方もいらっしゃいますけど、まあ、そこはその取る炭水化物 その吸収速度だったりによってだとは思うんですけど、基本的にやっぱり私は終わってから、で終わってからの炭水化物はやっぱ美味しいですよね。ああ、そうですね。トレーニングした後、そうですね、食べたらめっちゃ美味しいですよね。ちなみに上野さんは今は何を食べたいですか？そうですね、トレーニング実はするタイミングによって変えててですね、はい、通常だとトレーニングして終わってジムから帰ったらすぐ寝る生活なので、だから寝る前はあんまりこう固形物は取ってなくて、はい、トレーニング直後にプロテインと、はい、あのマルトデキサン、ビリジェントマルトデキサンですね。そうです、はい、もうそれを取って実はもうそのまま帰って寝ちゃってます。はい、トレーニングがなる早い時間にできる、はい、例えばその、まあ、休みの日とか、はい、そういう時はもう本当は甘いものもいいのかなと思うんですけど、何よりも白ご飯が食べたいので終わったら白ご飯を食べてます、はい、パック寿司とかね。そうなんだ。半額のパック寿司とかたまんないですね。半額の商品的ですね。そうですね、商品、はい、だったり、まあ、逆にそのトレーニング前とかは、はい、その吸収のいい炭水化物を取りたいから、まあ、ドラ焼きだったり、はい、大福だったり、はい、半額のそこまで来た、はい、結構今までこの動画見るまでタンパク質を重要視していた方が多かったかもしれないんですけど、ぜひこの今日の動画見てそのトレーニング前、トレーニング後の糖質っていう部分に、ね、ぜひこだわって摂取していただければいいんじゃないかと思います。ぜひね、あの弊社の商品であったらビーレジェントマルトエキストリンであったり、例えばトレーニング前、トレーニング後の摂取としたら必勝ゼリー、糖質 56g 取れるんで、ぜひその辺も取り入れていただければと思います。わらかサウナ、わらかサウナそれでは今日のね、こういう動画が良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。ぜひね、今日の上野さんの話聞いて寿司に言いましたね。半額寿司、半額寿司半額寿司に引っ張られた、はい